本業が宅配業なんですけど、あの月に1回ぐらいあのお米を配達するおじさんがいるんですよ。団地で昭和もう40年代にできたような団地の3階に住むおじさんのとこに、まあ、15キロぐらいのお米ですかね、運ぶんですよ。多分田舎から送ってきてるんでしょうね。で、まあ、今日も行ったわけですよ。そしたらなんかもうドアがちょっと開いてるんですよね。でも外から声かけて、あの宅配でお米持ってきましたみたいな感じで声かけると出てくるんですよ、おじさん。歯抜けてるんですよ。でもハゲてるんですね。で白いランニングシャツ着てニコニコしながら出てきて、重いからそこ置いてみたいな感じで、まあ置いて、でいつも言われるのがコーシーでも飲んでくって言って、冷蔵庫からコーシー持ってきて、缶コーシーですね。でありがとうございます、いただきますって言って、でまあ缶コーシーもらうわけです。でも僕缶コーヒー飲まないんですよね。まあどうでもいい話ですね。